はい、吉田隆の教え方チャンネルです。ま、えー、もなく夏休みですね。えー、今回はですね、まあ自腹を切って学ぶ教員の自己投資についてお話をしていこうと思います。まあこれだけ忙しくなりますとね、えー、自分のための勉強ってなかなか時間が取れないと思うんです、えー。ですがね、少なくともこの私のチャンネルをご覧いただいている先生は、まあね、仕事が終わった時間の一部を割いて。 えこううやってて自自分への、ね、自己投資をされいいるというふうに思います、えーね、学校の、ね、仕事をやっていく中だけでスキルアップが図れればいいんですけどもやはり教員というのは、まあ、あの研修はある意味義務であると同時に権利でもありますよね、えー、自分を高めるための研修というのは欠かせないと思います、えー、ということで、ね、今日は教員の自己投資ということでお話をさせていただきます はいえー、まず事前にアンケートを取りました自腹を切って学ぶということについてお聞きします。夏季休業中に自腹を切っての研修会に3回予定ですかと回答数がなんと548もありました2回以上予定している261回予定している15予定はない59と、まあ、書き込みもいただいたんですけどもねコロナが心配ですとかねもうくたくたに疲れているのでというようなね、えー ことも書いてあったんですけどもも、ね、もねねそれれで2 26%回以上予定されていいいるる方が26もいるということです、えー、どうでしょうね、今ですとね、o o m を使ったオンライン研修ならね、気軽に参加できるんじゃないかと思いますね。夏休み中に1回程度ね、こういった研修をされるといいかと思います。えー、私の方もですね、ちょうど先生方があ、ね、教材研究を始められる8月後半に向けてね、 教材研究についての、ね、Zoom を使ったセミナーを今、企画中です。これまた、ね、できたらあの先生方に紹介していきたいというふうに思っています。はいえー、それではです、ね、私はどのような自己投資をしていたのかについて少し話をしていこうと思うんですけれどもまず雑誌ですね。 これね、かつて読んでいたと思う雑誌のね、えー、こう雑誌名をね、書き上げてみました。これ正確ではないと思うんですけどもね、えー、教室へ、教育、トークライン、楽しい学級系、楽しい体育、社会科教育、国語教育、授業研究、現代教育科学、つ特別支援教育、ニュートン、歴史街道、父と、えー、こういった、ね、雑誌はかなり長く取っていましたね。ニュートンというのはね、えー、もう科学雑誌なんですけどね、私はもうなんと絵本とか図鑑のような感じでね、 楽しんでいました。 歴史いでは、ね、歴史の裏話ということでねこれも非常に深い内容が書いてあってこれも楽しかったですね。もう現在はちょっと剃ってないんですけどねそれから父、これはね人としてどう生きるかというヒントを数多く得てね今のをこう楽しみにしながら読んでいる雑誌ですね。えー、雑誌を読み始めたきっかけというのはもちろん最初はねなんとかこの自分の授業をよくしたいということでした。具体的なヒントの書いてあるね論文ばっかり読んでいたように思いますね。まあそうやって冊冊増え,2冊増え 増えていく中でこの論文をね書ける教師ってすごいなと思って一度でいいからこういうものを書いてみたいなという風に思いましたたまたまね私はそういうチャンスが巡ってきたので、えー、書くに連れてね書くためには雑誌のバックナンバーが必要なんですよね、えー、それにつれてね読む雑誌も増えね、えー、バックナンバーも揃えていったっていう経験がありますね、えー、雑誌は何といってもそのタイムリーな話題がね、えー、こう 手に入れられるっていう点でねやはり一冊か二冊制度はね常にね、えー、手元に置いておかれるといいと思いますね、えー、時代の流れをつかむっていう点で非常に重要だと思っています、えー、一方書籍なんですけどね後ろの方にこうざっと書棚がね並んでいるんですけどもまあこの書棚っていうのもね実はある先生のところに行ったらねまあその先生の書斎の後ろにねざっと本棚がいっぱい並んでるのを見てね僕もこういう書棚が欲しいな っていう目に見ていて、まあ、30代の頃に、ね、こう作ったものなんですけども、一番多いのはね、教育書ですね。続いて、自己啓発本、えー、そして歴史・経済関係のものがたくさん並んでますね。まあ、あの雑誌を書くようになって、それから本の執筆も依頼されるようになりますと、やっぱり突っ込んだ教材研究っていうのが必要でね、えー、例えばですね、今ちょっと普通の人は読まないだろうなっていう本を1冊見つけたんですけどね。 えー、蒙古襲来、その軍事的研究、太田博之金星社というね、えー、分厚いハードカバーの本があるんですけどもね、えー、これはね当時、そうですねまだ社会科の教科書にはね、ね神風によって、まあねえー、日本の、ね、国土が蒙古から守られたというような記述が中心だったんですけども、その頃ポぽちぽち、ね、鎌倉武士のね奮戦を。 見落としてはいけないっていうのがあったのでこれについて調べよってみようということで、えー、もうその猛虎襲来関係とかね北条時宗関係どれだけ本を集めたか分かりませんねもう大量に集めて読んだ覚えがありますねもう今ではね、えー、鎌倉橋武士の奮戦がねやはり大きな役割を果たしてね猛虎軍から日本を守ることができたっていうのはねある程度常識になってきたんですけどねまあそういうなところでね ある特定のエリアの、ね、本がガバッと揃っているというところがありますね。えそれから心理発達というのは、ね、やっぱ発達障害の問題が、ね、クローズアップされ,るからされてから読むようになりまして、ね、今、私は、ね、発達性ディスレクシアのね、えーの領域の方に関わっていますのでむしろ今、はそういった関係の方を、ねえー、いわゆるたくさん読んでいるというような感じですが、まあ、それにしても、ね、雑誌にしても本にしても もう若くて一生懸命仕事をした頃に比べると、本当に買わなくなりましたし、読まなくなりましたね。その分、YouTube を見たりして過ごしているんですけども、はい、一方、セミナーはですね、これはね、トス社会というセミナー、これは常任講師としてね、長らくね、全国各地を回らせていただきました。それからトス関連セミナーね、特に北陸三経のね、教師、非常に仲良くなったのでね、 えー、石川であるとかね、富山であるっていうとよく出かけていきましたね。それから近隣ね、近隣にね、著名人の方が見えるというときは必ず出かけていきましたね。8月になりますとね、野口義郎先生がね、お見えになるということで、この講演会、大変楽しみにしています。えー、それから えー、そうですね、30代の中ぐらいからは、自分たちのね、特定非営利活動法人でセミナーを主催しようということで、有名な先生方をね、えー、招いて、えー、セミナーなんかもやってきました。ね、今は現在、応売をした、ね、高橋セミナーなんていう、自分のね、名前を冠したセミナーもやっているところですが、セミナーのね、値打ちというのは、何といってもね、人との出会いですね有名 <laughs> な、ね、講師の方と直接ね。 えー、お話もできますしね、特にね地元に来ていただくとね、夜の会なんかも一緒にね過ごすことができて、裏話なんかも聞かせていただいて、それから回数を重ねるとね、えー、他のね、えー、都道府県にね、その教育を通して、えー、仲間って言いますかね、知り合いができるっていうのは大きいですね。あもう昔はね、そういう知り合いになった方とはがきとかね、封書しかやり取りなかったんですけど、今は LINE とかメールがありますからね。 えー、SNS を使えば、ね、すぐ仲良くなれて、ね、近況報告し合ったり、ね、悩み相談できるという点で非常にいいと思いますね、えーまあ、先ほどちょっとお話もしたんですけどもね私の YouTube の方も今年で3年目になりまして、ね、熱心に、ねえー、こう書き込みをしてくださるいわゆる常連さんみたいな方が、ね、少しできてきたかなということで大変嬉しく思っていますね。 またこういう方ともね、ぜひね、一度ね、顔を合わせてお話ししたいなと思ってます。で、まあ、先ほどちょっと言いましたが、8月の後半にね、教材研究を中心としたセミナーを、まあ、連続でやってみたいなというふうに思っているところです。これ企画が出ましたらね、えー、ぜひね、またあの先生方に公開して、えー、たくさんの方に来ていただきたいなというふうに考えているところです。えー、なんといってもね、夏休みはね、疲れたね、 疲れを取るというのが一番ですね心身のリフレッシュという点もあると思うんですけどもね、えー、まあ自己啓発、自己投資の時間としても使っていくといいというふうに思いますはい、ご視聴ありがとうございましたもしよろしければチャンネル登録をお願いします